腹筋に効かす方法、反り腰の改善ができます。こういう感じで太ももをスリスリしながら30秒間やっていきます。ふーっとお腹をへこませながら、息がなくなるまで前かがみになってください。お尻が後ろに出ないように、息がなくなってお腹が全部へこみきったら上がって息を吸います。30秒間いきましょう。マイペースで OK です。お尻が出ないようにしっかり腰から上だけ丸めて、息がなくなったら帰ります。お腹をどんどんへこませてください。ちょっとももにも力が入ると思いますが、お腹がどんどんへこんでいれば OK です。腰をしっかり丸めて、お尻締めて、OK です。今の姿勢で正座から立つ、背中は丸めてお腹はへこませたままです。いきましょう。息をしっかり吐きながら丸まって、なくなったら立って吸います。お尻が出ないように腰丸めたままです。息なくなったら帰る。お腹はしっかりへこませて、おへそ上向けときます。OK です。お腹がへこむ腹筋をやっていきましょう。5回です。足を伸ばして上体を起こして、息を吸ってふーっとお腹をへこませながら息を吐き切る。10秒間息を吐き切ります。これを5回。それではいきます。スタート。息吸って吐く。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、吸って吐く。1 2 3 4 5 6 7 8 9。はい、吸って吐く。1 2。どんどんお腹をへこませて、5 6 7 8 9 10。はい、吸って、はい、吐く。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、ラスト。吸って吐く。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。あー、少し足を前に出してもらって、こういう感じで上体を起こしたまま、足をバランスを取りながら振ってみてください。動きのスピードによっては呼吸が難しいんですけども、できる方は半分で一呼吸、半分で一呼吸っていう風にやってください。それでは7回やっていきましょう。上体まず起こす。足を少し前に出してゆっくりいきます。スタート。スマホ見ながら1、ゆっくり、こういう感じで2、腹筋に効かしてる感じで3、頑張って、上体しっかり起こして5。難しいですが、慣れてくるとこれすごい効くんです。それではいきます。スタート。こういう感じでゆっくり体を反対にひねって、よいしょ、バランス取って、きつい、きつくなってきた、うわ、戻すのはつらい、いいよ、これがね、難しいからいいんです。6、カーッ、ラスト、ガハー、いやー辛い。ラスト頑張っていきましょう。いきます。スタート。
バランス取って頑張って、あ、もう来た、もう疲れてきた、3、こんな感じでスマホ見ながら4、5、いやー辛い、頑張って、はい、リラックス、あと2回、あと難しいからいいんだ、ダーハー、足を真上に上げて手も真上、これでブラブラ体全体でね力を抜いてください、いいともいいです。それではいきます、スタート、ブラ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 してください、ブラブラ力抜いて、目つむっててもいいです、リラックスしててブラブラです、目つむるとねこれすごいリラックスできますよね、あんまり力入れてブラブラせずにね、自然リラックスして手足振ってください、ふー、寝る前とかね結構これリラックスできるんでおすすめです、あと少しかな、あー、もものね力も抜けていいですよね、いろんな振り方しても OK です、いろんな形でブラブラしてください、まあまあ1分長いな、あと少しですね、リラックスしてください、あとちょっと、 OK です、今度はね寝たままつま先をバイバイする感じで、そのままねこれで1分間いきましょう、ちょっと1分長いですけどね、このままリラックスしていきましょう、つま先でバイバイする感じです、ももの力がね抜けてる感じがあればいいです、あとはねちょっと腰もブラブラしながら足もブラブラしてください、こんな感じです、リラックスできてますか、寝起きとかね就寝前にするといいですね、これ30秒ぐらいだとちょっとすぐ次の種目いっちゃうから疲れるんですが、1分ぐらいやるとねすごいリラックスできてきます、スマホ見ながら自然にリラックスしましょう、ふう、あとちょっとです、つま先でバイバイです、ふう、はい OK です、